めるのですか。たどり着いたものだな。我が力見せてやろう。行け。私は人の未来を信じるわ。
ソフィアは禁呪のすべてを消滅させた。死が人生のすべてをかけて生み出した禁呪。秘術が禁呪と呼ばれることとなっても決して捨てることをしなかった禁呪。それをパラケルススが最も信頼した弟子であるソフィアがすべて消滅させた。ソフィアは空を見ていた。パラケルススと共に旅をした時と変わらぬ青い空を。お師匠様に怒られちゃうかな。最初から最後まで役に立たない弟子でしたね。一人つぶやく言葉とは裏腹にソフィアの目は微塵も後悔はしていなかった。パラケルススと出会った時と同じ、自身を媒体とすることを提案した時と同じ、まっすぐで澄み切った瞳で空を見上げていた。あ、体が。ソフィアは感覚が、思考が重くなってきていることに気がついた。肉体があれば精神の力は回復する。だが肉体を持たないソフィアは消耗はしても回復することはできなかった。そうね、私の役目はもう終わったしね。静かにハウル・ローレライを動かすと、感覚を必死にとどめながら数百年の長き眠りについていた湖に戻ってきた。やっぱりこの場所が落ち着くかな。今の時代に私の居場所はないしね。何かを考えることすら難しくなっていく中、一人つぶやく。師匠、私は錬金術師として間違ったことをしたのでしょうか。私は師匠の弟子失格でしょうか。私は人々を笑顔にできたのでしょうか。姿が消えゆく中、パラケルススと出会った時を思い出しながら静かに目を閉じる。そちらに行ったらまた追いかけますから。